この宇宙に生きるすべての生き物は、皆、体の中に星の輝きを秘めている。一人に一つ。その輝きが強く、格別に光ってる奴に出会ってしまった。流れ着いた、この星で。お団子、そう呼んでいいのは俺以外の誰からしいけど、そんなことは関係ない。俺がそう呼びたいから呼んでるだけだ。第一、俺以上の男なんているのかよ、お団子。デートに誘ったり、ボディーガードを買って出たり、ソフトボールの特訓付き合ったり大気に呆れられたよ。構えすぎじゃないかってね。俺は思ったらすぐ行動に出ちゃうタイプだから、あまり深くは考えてなかったけど、大輝の言う通り惚れてるのかな。空港で初めて会った時から確かに気になってた。でもそれは選手としての俺がお前が発するパワーに惹かれたのか、それとも少年の心を持つ俺がお前に惹かれたのか。ただこれだけは言える。俺はお前の持ってる光が好きだ。いいか、この聖夜様にこんなに構ってもらえるなんて、お前はすごくラッキーな幸せ者なんだぞ。ほらお団子、宿題やったのか。消しゴム忘れるなんてしょうがねえな。レコーディングが見たいって？ダメダメ、関係者以外立ち入り禁止なんだから。なんてな。いいぜ。でも特別だかんな。なお団子、きっとこれまで以上に辛い戦いが俺たちを待ってると思うんだ。だけど俺はどんな時でもお前のそばにいて、お前を守る力になるから。